ジャック・プレベール、ジャック・プレベール、ジョック・プレイベル、1900年2月4日から1977年4月11日は、フランスの民衆詩人、映画作家、童話作家、シャンソン、ハレハの詩や、映画、天井さじきの人々のシナリオを書いた。パリの西隣のイーコールシュルイコールセーヌに生まれた。父は、ブルターニュ系のアンドレ、母は、 オーベルニュ系のシュザンヌであった。十五歳からパリの商店や百貨店で働いた。1920年、二十歳、長兵先のリュネビルで、後の画界部タンギーを知り、さらに翌年、中流先のコンスタンティノープルで、後の編集者マッセル・デュアメルを知った。1922年、パリに戻り、映写技師の弟ピエールが務める映画館に三人で入り浸った。 1924年から3人は、モンパルナスで、共同生活を始め、1925年からそこへ、アンドレ・ブルトン、ルイ・アラゴン、フィリップ・スー・ポー、ロベール・デスノス、ミシェル・レリス、レーモン・クノー・ラ、シュル・レアリストが出入りして、一時プレベールも同調したが、1928年、疎閣して絶縁し、タンギーや、デュアメルラと、映画制作に打ち込み、傍ら、 詩を雑誌に載せ始めた。1932年、32歳、ポール・グリモー、クロード・オータン・イコール・ララ、ジャン・ルイ・バローラのアジプロ劇団、10月グループ、に、脚本、新聞万歳、ビーブ・エル・エー・プレッセ、フォント・ノワの戦い、エル・エバタイユ・デ・フォンテノイスを書き、後者は、ソビエト連邦・モスクワの左翼演劇コンクールの一等賞を、取った。 10月グループが解散した1936年から1945年に、わたって、約20の映画のシナリオ、セリフを書き、マルセル・カルネ、ジャンル・ノワール、ジャングレミヨンラの監督、ジャン・ギャバン、アルレティ、ミシェル・モルガンらの俳優と仕事をした。撮影者仲間の作曲家、ジョゼフ・コズマが、1935年の、美しい星へ、エルエーベル・イトワール以降、 プレベールの詩によるシャンソンを50曲も作り、イブ・モンタン、エディット・ピアフ、ジュリエット・グレコ、マルセル・ムールジ、ラが歌った。1940年からのナチスによる非戦領期は南仏に疎開した。1946年、43歳、勧められて最初の単行本、パロールを出版した。書き留めた自由詩、散文詩、メモなどの寄せ集めであったが、 待たれていて売れ、後々まで数百番を重ねたと言われる。同じ年、妻ジャニーヌとの間に、数目を得て、童話を書くようになり、写真家のイーラ、画家のエルザ・アンリケ、エルサ・エンラケス、アンドレ・フランソは、ジャックリーヌ・デュエーム、ラと、子供の本を作った。1948年、転落事故を起こしたが、その後も、詩集や童話を出版した。 生涯にわたり彼の死はわかりやすい言葉で綴られた。そしてさらに画家のパブロ・ピカソ、マルク・シャガール、マックス・エルンツとジョルジュ・ブラック、ジョアン・ミロ、写真家のイジス、ラト・美術賞案だ。女優アヌーク・エーメイのデビュー作及び二作目に脚本で関わっていたが、一作目の役名アヌークを彼女が芸名に用い、さらにプレベールがエーメを付け加えることを提案した。 1977年、77歳、マンシケン・オモンビーユイ,イコールライコールプチットの家で、肺がんのために死去した。没後に、2編の詩集が出版された。脚本家として活躍したが、中でもセリフが素晴らしかった。映画の仕事は、外部リンクのインターネットムービーデータベースに、詳しい。プレベールの詩に、ジョゼフ・コズマが曲をつけたシャンソンには、枯れ葉、 バルバラのほか、次などがある。美しい星へ、エールエイベルイトワール、二匹の加牛葬式に出かける、ルーエースカルゴスペス。エンバントリットルアンテラモン、クジラ釣り、エルエーペッシュエルエバレン、朝の食事、ディジナードジューマタン、には、ルジャルダン、夜のパリ、パリアットナイト、愛し合う、子供たち、レアンファンキーエースエイモンと、魔性競技、ディーモンズエメルベイユーズ、監守の歌、 チャンソンズ・ジョバリア、書き取り、ページ D ・エクリトア、子供のための歌、冬、シャンソン・ポア・デアン・ファン・エル・イーベル、校門を出たら、エンセル・トン・デ・エル・エコール、外国の祭り、フェイト・フォーイン、血だらけの、シャンソン・ドンズル・サング、目録、イン・ビンテア、鳥の絵を描くために、ポア・フェイ・ル・ポートレート・ディ・ユ・エヌ・オイセアウ、5月の、歌、シャンソン・ディ・ユ、モイス・デ・マイ、昼も夜も、ルジャー・エール・エエー・ニューウィー、 パテル、ペーターノースター、シャンソン、オーブでバーバリ、レッドセイ、ルコンクラ、祭り、LA フェイト、演奏会は失敗だった。レキンサート N、A パトンでイシー、鋼の娘、フェディオスイエー、イーアサ、UN、ベアウマタン、グーはフェイブル、心配の鳥、デワソディユースシー、鳥刺しの歌、シャンソンデルイスラー、そして祭りは続く、LA、フェイトコンティニュープレスク、 ほとんど、絶望が、ベンチに座っている、ルデイス・ポア・エスト・オジース・スール・ユ・エヌ・バンク、サット・アムール、この愛、割れた鏡、レミワブリゼイ、ひまわり、トーニソル、レブルーツ・デール・エ・ニュー・ウィー、夜の音、主見説、イッピファニー、大きな赤い、因縁性ルージュ、ノックしている、オン・フラッペ、子供があり、シャッサ・リトル・アンファン、美しい季節、エルエベル・サイソン、私は私よ、 日本に公開された下記の映画はプレベールの脚本あるいはセリフによっている。以下で前の数字は初公開の後の数字は日本公開の成暦年次である。いろいろなウェブ情報のほか、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。